さて、印象的な動物画で国の内外から注目を集めている自閉症のアーティスト石村義成さんと家族の物語を描きます。映画新居浜光物語青いライオンの制作発表会が岡山市北区で行われました。映画は来年の RSK 創立70周年を記念して制作されるものです。これまで RSK がドキュメンタリーやニュースで取材してきた愛媛県新居浜市のアーティスト石村義成さんと母親の由紀子さんの療育の日々に焦点を当てます。この映像何度見ても涙が出てくるんですね。必ず立派に育てるというその、強い意志というかけなげさがですね、画面から伝わってきたからだと思います。70年の山陽放送の歴史で初めて映画制作に挑戦いたします。取材、撮影、構成、編集といったスキルを映像メッセージとしてお届けする、その成果を発揮できると確信しております。映画では母親役を RSK の小林明子アナウンサー、義成さんを瀬戸内市の俳優高原幸之助くんが演じ、女優の竹下恵子さんや段文さんも出演します。私の撮影はすでにもう終わっております。この作品は多くの皆さんの心に届くに違いないという確信を持って、その日を終えることができました。青いライオン、義成さんの絵を見たときにもう素晴らしいって思って、こういうこれに負けない映画を作っていただきたいですっていうふうに心から思いました。会見では映画のタイトルにもなった石村義成さんの作品青いライオンも披露されました。今回ハートの思い出が素晴らしい映画になって私はとっても嬉しいです。これから毎日大好きな絵を描いて頑張ります。自閉症の子育てのみならず多くの子育てに多くの示唆を与えてくれる映画になるだろうというふうに確信しております。また特別協賛日興商事グループの河合雄介社長も映画への思いを話しました。また明日へこう頑張ろうというのが全員がそう思えるような映画だと思います。彼は今からまだ戦っていかなきゃいけない。じゃあその戦っていくそのプロセスの中にこういうもんがあったというのがあればまたこの思い出が、パワーの源になってくれるんじゃないかと。撮影は新居浜市や岡山県内で来年夏頃まで行われ来年秋の完成を目指しています。